エドマンド・カービー・スミスは、アメリカ陸軍の職業軍人、教育者であり、南北戦争では、アメリカ連合国の大将になって、ビックスバーグが陥落した後、ミシシッピ県方面軍を指揮したことで著名である。スミスは、フロリダ州戦闘オーガスティンで、ジョセフリー・スミスとその妻フランシス・カービー・スミスの子供として生まれた。両親は共に、コネチカット州の生まれであり、 父がフロリダの連邦判事に指名されるすぐ前の1821年にフロリダに移転した。1836年、両親がスミスをバージニア州の全寮制軍事学校に送り込み、1841年に陸軍士官学校に入学するまでそこで学んだ。1845年に士官学校を卒業した。そこでは出身州から セミノールとあだ名をもらい、第5アメリカ不評連隊の名誉勝利に任官した。米国戦争では、ザカリー・テラー将軍の下で、パロアルトの戦いとレサカデラ・パルマの戦いに参戦した。その後ウィンフィールド、スコットの下で、セルロ・ゴードの戦いで中位に名誉昇進し、コントレラスの戦いとチルブスコの戦いで大位に、名誉昇進した。兄のエフレム・カービー・スミスは、 正規軍の隊員であり、スミスと共に、第5アメリカ不評連隊に仕え、テイラーやスコットの作戦に参加したが、1847年の森のデルレーの戦いで受けた傷が元で死んだ。米国戦争が終わると、スミスは第2アメリカ騎兵隊の隊員として主に、テキサス州で任務に就いたが、ウェストポイントの士官学校で数学を教えもした。1859年に、 テキサス州のネスカトゥンが渓谷でインディアンと戦っている時に負傷した。テキサス州がアメリカ合衆国から脱退した時、少佐だったスミスは、現在はテキサス州コールマンにあるキャンプコロラドの部隊とともに、ベンジャミン・マカロック指揮下のテキサス州兵隊に対する降伏を拒み、南軍について戦う意思を表明した。スミスは、シェナンド渓谷で短期間、 ジョセフ・ジョンストン将軍の総務局長を務めた後、1861年6月17日に、巡将に昇進し、シェナンドー軍の旅団指揮官を任され、7月21日の第一次ブルランの戦いに参戦した。この時、首と肩に重傷を負い、中部及び東部フロリダ方面軍の指揮を取りながら、療養した。10月には、 北バージニアで少将及び南軍ポトマック軍の師団指揮官として復帰した。1862年2月、東テネシー軍の指揮官として西部に派遣された。ケンタッキー州侵攻では、ブラックストン・ブラック将軍と共同行動を取りながら、8月30日のリッチモンドの戦いで勝利を挙げ、10月には新しく作られた階級である中将に指名されて、 テネシー軍の軍団指揮官になった。リッチモンドの功績に対しては、アメリカ連合国議会から1864年2月17日に感謝状をもらった。1863年1月、スミスはミシシッピ県方面軍指揮官に配転され、戦争の残り期間ミシシッピ側より西部の指揮を取ることになった。北軍ユリシーズ・グラント少将の軍隊がしっかりと、 ミシシッピ川を制していたので、スミスはその妨害を試みた。しかし、その軍隊は広大な地域に駐屯しながら、総勢3万名を超えることはなく、川を守るグラント軍や海軍に適切に挑戦するだけの軍隊を集結できなかった。南軍に残っていた強固な要塞であるビックスバーグとポートハドソンが北軍に占領され、ミシシッピ川が閉鎖された後は、 実質的にアメリカ連合国の首都リッチモンドから切り離されたことになりアメリカ連合国の事実上独立した地域をそこに固有の管理上の問題全てと共に指揮していくことになったこの地域はアメリカ連合国の中でもカービー・スミス王国と呼ばれるようになった1864年春スミスの直接指揮下にあるリチャード・テイラー中将が4月8日の レッド側方面作戦におけるマンスフィールドの戦いで北軍のナサニエル・バンクス、少将軍に干渉した。4月9日のプレザントヒルの戦い後、スミスはテイラー軍と合流し、テイラー軍の半分であるジョン・ジョージ・ウォーカー、少将指揮下のウォーカーズ・グレー・ハウンド師団をアーカンソー州に侵入している北軍、フレデリック・スティール少将軍を破るために北へ派遣した。 この決断についてはテイラーが強く反対し、スミスとテイラーの間に大きな反目を生んだ。スミスは圧力から解放されてミシシッピ側の東へ援軍を送ろうとしたが、以前に試みたビックスバーグの解放のための場合と同じく、川をアメリカ海軍が支配しているために不可能だと分かった。その代わりにスターリング・プライス少将にあらゆる利用可能な騎兵隊をつけて、 ミズーリー州侵略に派遣したが、結果はうまくいかなかった。その後ミシシッピ川より、西の戦争は、基本的に小さな襲撃やゲリラ戦となった。この時対象となっていたスミスは1865年5月26日に、唯一残っていた南軍の意味ある軍隊である、ミシシッピ県方面軍と共に降伏し、6月2日に、テキサス州ガルベストンに到着し、 そこからメキシコと続いて、キューバに逃亡し、反逆罪で告発される可能性を避けた。1865年11月14日に、バージニア州、リンチバーグに、御社の制約をするために戻った。戦後、スミスは、電報事業と教育に活発に関わった。1866年から1868年、大西洋、太平洋電報会社の社長を務めた。 この事業が失敗に終わった時、ケンタッキー州、ニューキャッスルで予備校を始めた。1870年、元南軍の将軍ブッシュ・ロッド・ジョンソンとの共同で行動し、ナッシュビル大学の学長になった。1875年、その職を離れ、1893年まで、テネシー州、ツワニーの南部大学で数学の教授を務めた。1893年に、 スワニーで死を迎えた時、南北戦争で対象になった者としては、最後の生き残りになっていた。スミスは、スワニーの大学墓地に埋葬されている。バトンルージュのルジアナ州立大学キャンパスにある、男子寄宿舎は、カービー・スミスにちなんで名付けられている。13階建てであり、キャンパスでは最も高い建物である。フロリダ州は、 ワシントン DC のアメリカ合衆国議会議事堂にある国立貯像ホールコレクションにスミス将軍を称える銅像を建てた。フロリダ州ジャックソンビルにあるカービー・スミス中等学校はスミスにちなんで名付けられた。テネシー州スワニーでは大学大通りのカービー・スミス記念碑、大学敷地内サウスカンバーランド山脈の両線にあるカービー・スミスポイント、 スワニーの南軍の娘たち連合カービー・スミス支部の名前に記念されている。大学の全聖人礼拝堂にある名番とステンドグラスの窓、大学のジェシー・ボール・デュポン図書館の絵画及び、シグマ・アルファ・イプシロン・ UI 会館のテネシー・オメガシブシブ室の絵画にも、その記憶が留められている。第二次世界大戦中、全長422フィートのリバティ戦 SSE、 カービー・スミスは1943年にフロリダ州パナマシティで建造され、スミスにちなんで命名された。ありがとうございます。